国士は古代から中世の日本で地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された管理で四等官である守助、上、目たちを指す。守るの闘名は死士,士、大衆など中央では中級貴族に位置する。軍の管理は在地の有力者、いわゆる旧豪族からの任命だったので中央からの支配の要は赴任した国士たちにあった。 任期は6年であった。国士たちは国画において政務にあたり、祭祀、行政、司法、軍事のすべてを司り、館内では絶大な権限を持った。1920年、日畑石子が第一回国政調査記念切手の図を制作するに、祭祀、日本書記体化元年9月の更新。 県史者を諸国六民も多数の記述から高橋賢次と共に再現した大化年間の国史の姿。日本書期には大化の改新時の改新の御事のりにおいて、穂住区位が東国国史に認じられるなど国史を置いたことが記録されている。この時、全国一律に国史が設置されたとは考えられておらず、また当初は国祭という故障が用いられたと言われており、 国際の上には数カ国を統括する打罪が設置されたという。その後7世紀末までに両政国の制度が確立し、それに伴って国史が全国的に配置されるようになったとされている。8世紀初頭の大法元年に制定された大法律令で日本国内は国、軍、里の3段階の行政組織である国軍里制に編成され、 地方文献的な律令制が敷かれることとなった。律令制において国史は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた反伝収受制は戸籍の作成、電磁の反給素養調の収集などから構成されていたが、これらはいずれも国史の職務であった。このように律令制の理念を日本全国に貫徹することが国史に求められていたのである。 国主は中央の官人が任命されて家族を連れて任国に赴くことが認められていた。また公務の都合などで在任中もたびたび上京しており、在任中ずっと帰京できなかったわけではなかった。国主は通常は国府に設けられた国画の中にある国庁で政務を行っているが、軍事の業務監査や農民への官能などの業務を果たすために責任者である守るが、 毎年一海国内の核軍を視察する義務があった。これを部内巡行という、平安時代の天朝3年からは、新能人国の制度が始まった。寒武天皇や平城天皇、佐賀天皇は多くの御子、王女に恵まれたため当てるべき官職が不足し、新能の官職として新能人国の国司が当てられ、新能人国の国士筆頭官である守るには必ず、 新王が不任されるようになった。新王忍国の守るとなった新王は大使と称し、忍国へ不任しない容認だったため、実務上の最高位は時間の助であった。また、平安時代になると、朝廷は地方統治の方法を改め、国史には一定の租税納入を果たすことが主要任務とされ、従前の律令制的な人民統治は求められなくなっていった。それは、 律令制的な統治方法によらなくとも、一定の租税を徴収することが可能になったからである。9世紀から10世紀頃には、タトと呼ばれる富豪農民が登場し、時を同じくして国家が支配していた公殿が、ダという単位に再編された。国士は、タトにダを経営させ、ダからの租税納付を受け負わせることで、一定の租税額を確保するようになった。律令成果では、 人民一人一人に租税が課せられていたため、人民の個別支配が必要とされていたが、十世紀頃になると上記のようになだ、すなわち土地を対象に、租税付加する体制が確立したのである。一定の租税収入が確保されると、人国へ赴任しない、容認国士が多数現れるようになった。そして、国士の中の実際に、現地赴任する最高責任者を受領と呼ぶようになった。 王朝国家体制への転換の中で、受領は一定額の租税の国庫納付を果たしさえすれば、朝廷の制限を受けることなく、それ以上の収入を私的に獲得、蓄積することができるようになった。平安時代中期以降は、開発領主による根源開発が盛んになり、彼らは国画から伝磁の私有が認められたが、その権利は危ういものであった。 そこで彼らはその土地を荘園考慮制により国史に任命された受領僧である中級貴族に寄進することとなる。また、受領僧の中級貴族は私的に蓄積した富を石関家などの有力貴族へ奉納することで生き残りを図り国司に任命されることは富の蓄積へ直結したため中級貴族は競って国司への任命を望み住人を望んだ。枕の僧には 地獄の日の引きを描いている、平安中期以降、事業国という制度ができた。これは、皇族や大貴族に一国を指定して、国史推薦権を与えるもので、大貴族は、親族や家来を国史に任命させて当国から、莫大な収益を得た。新しく、国史に任ぜられる候補としては、蔵人、式部、進む、民部、進む、劇、ケビン氏などが巡尺によって、 十五位に除せられた者から選ばれるほか、成功、陰宮文国政などもあった。国史の専任にあたっては、その国に住所領を持つ者は、癒着を防止するという観点から任命を避けるという、慣例があった。観光3年1月28日の時刻において、右大臣、藤原武志港が、伊勢守に、平忠志港を推挙したが、藤原道長が、以降はかつて、 伊勢国で事件を起こしたものであることを理由に反対している。この事件とは、かつて、伊香が伊勢において、開いたスライト合戦を起こしたことである。なお、道長は8年後の昭和3年2月の時目で、聖は元子である源頼地下を、摂津神に推挙するという矛盾した行動をとっている。鎌倉時代にも国史は存続したが、鎌倉幕府によって各地に配置された地頭が、 積極的に荘園、そして国司が管理していた国画寮へ進出していった。当然、国司はこれに抵抗したが、自党は国画寮へ進出することで、徐々に国司の支配権を奪っていった。室町時代になると、死後に大幅な権限、例えば犯税給付権、施設巡航権などが付与された。これらの権限は、国司が管理する国画寮においても強力な効力を発揮し、 その結果、国司の権限が大幅に守護へ移ることとなった。こうして国司は名目だけの感触となり、実体的な支配は守護が執行するようになった。ここに至り、国司は単なる名誉職となり、悲観される人物の実行支配地に関係なく任命された。戦国時代の武将の中には国史を自称、あるいは戦勝する者も,も多かった。政治の実験が、 幕府等の武家にあるうちは、単なる名誉職に過ぎなかった国史であったが、下国城が頻発した戦国時代では、守護や守護大等の幕府役職者以外の出自の大名が自国領土支配もしくは他国信仰の正当性を主張するために任官を求めることが増加した。この時代では国史職を求めて戦国大名が朝廷へ盛んに献金などを行った。これは、 天皇の地位が再認識される契機ともなった。また、一部の戦国大名は、名目的な国士職ではなく、実質的な目的をもって申請を行っている。江戸幕府成立以降は、大名や旗本、一部の上級陪審が、幕府の許可を得た上で、価格に応じて国士名を称することが行われた。しかしこれらの名乗りは、名目上のものであったため、同時期に、複数の人物が、 同じ国士名を名乗ることも多かった。ただし、国持大名が自分の両国の国士を名乗るのは一種の特権とされており、小倉藩から熊本藩へ家造転保されて肥後国士となった細川忠利は息子、三津直の元伏寺に肥後守を名乗れるよう運動している。明治維新後、律令制度の廃止とともに国士は廃止された。各国に課せられた納税の規模は 当時の各国の国力に基づき判定された。各国は、自節の国情、自勢をもとに変動する大国、上国、中国、下国の4等級に割り付けられた。国史の核や役職数も自勢に基づき変動したが、基本的に、官位相当は、大国の守るは15以上、上国の守るは15位下、中国の守ると大国の助は16位下、上国には助を置き、 中国にはスケを置かず、下国にはスケジは置かないなどの規則が大法令、養老令に定められていたものの、実際には各国の国史の繁忙さに合わせて国史の人員調整が行われていた。これを示すものとして以下のような例がある。俗日本期、法期六年三月二日の条によれば、初めて伊勢国に少なめ二員、三河国に多め一員と少なめ一員 東東海国に少なめ2位、スル国に多め一位と少なめ一位、武蔵国に少なめ2位、下宇佐国に少なめ2位、日立国に省城2位と少なめ2位、ミノ国に少なめ2位、ゲア国に多め一位と少なめ一位、道のく国に少なめ2位、ヘッジ全国に少なめ2位、エッ国に多め一位と少なめ一位、田島国に おう一員と、少なめ一員、稲葉国に、おう一員と、少なめ一員、法ほ国に、おう一員と、少なめ一員、ん。は国に、少なめ二員、みま国に、おう一員と、少なめ一員、備中国に、おう一員と、少なめ一員、阿波国に、おう一員と、少なめ一員、伊予国に、おう一員と、少なめ一員、とさに、 大め一員と、少なめ一員、被護国に、少なめ二員、不全国に、大め一員と、少なめ一員を置くとある。文徳天皇実録天安2年4月15日の、上によれば、下野国に大城と小城を各一名ずつ配置すると、ある。日本三大実録上岸8年3月7日の、上によれば、当時の国師の助を置いていなかった上国を含む八国に、 助を置き日田国二条を置くなど、公開党、公開伝、こと力の新たな分配を示す。大上官判定があった胸が見え、これら9国で国士の増員が行われていたことがわかる。演技式が策定された10世紀頃の各国の東急は以下の通り、大国山和国、河内国、伊勢国、武蔵国、かず佐国、下佐国、北地国、大海国,国、上野国、 道の区国、越前国、張馬国、肥後国このうち、上佐国、日立国、上野国は、新能人国上国山城国、摂津国、尾張,国,尾張国,国、三河国、東東海国、駿河国、海野国、相模国、美濃国、品濃,濃国、下付国、出羽国、加賀国、越中国、越後国、丹波国、田島国、島国稲葉国、法棄国、出雲国、 みまさ国、備前国、備中国、備後国、秋国、す王国、木の国、阿波国、佐ぬき国、伊予国、不前国、文後国、筑前国、筑後国、非前国、中国、安房国、若狭国、都の都国、佐渡国、丹後国、岩見国、都市都国、土佐国、日向国、大隅国、薩摩国、下国、泉国、伊賀国、 島国、伊豆国、北国、沖国、アーチ国、駅国、津島国諸国の任国のうち、カ佐国、日立国、上野国の三カ国は、親新の任国として、その長官を退しといた。しかし、皇族法であるため不任はせず、ただ法級のみを取っていたことから、欠員があっても法級は他に使わず、無本新王方のご入り用に当てられていた。 この三カ国を、新王の任国としたのは、純の天皇上は7年5月8日、在位、公認14年4月27日、天朝10年2月28日の御よから始まったものである、後代五天皇延元4年、略王2年8月15日の御よには、道の区国も、新王の任国とされ、乗りな新能昭平23年、王安元年3月11日を大使としたことが、 人脳政党記に記載されているに関係する。キラヨシナカが持っていた官職は、コウズケであるが、実際は、上記事情により上の国は神能に国史が当てられているため、守るの受領人間は、神能以外不可能で、官職上長官職である一等間、上野守るの代替として、名は、時間級二等間であるが、実質上は、長官職として、コウズケで、 受領人間させたと推察される。キラヨシナカが他にも受領人間した官職は、14位した、自重症なゴも、自重を兼務した例がある県上野助、14位上、左小野絵検証小生5位した相当、場合により性に、3位程度相当職人間の場合、ありであり、通常、新郎が人間する、上野守は、国史の中でもいくら、大国とはいえ、比較しても、 キラヨシナカの持つ官職すべての最高位は14以上で、新能方の上野守はせいぜい15以上である。キラヨシナカが受領人官している光ウズ助を単独で見ると小六くらい下の角の官職であるが、キラヨシナカは光ウズ助他に、自重や左この絵検証書も平人で受領人官しているため、持つ官職最高の 14以上の扱いになることから、キラコウズケノスケは、新農方の受領である、上野守る単独人間の感触より、合わせ技で2段階程度は上格の感触を、受領人間されていることになる。なお、キラ家は旗本であるものの後家のため、大名家よりも格が高い感触を持っておかなければ、ならない、必要性があったと思われる。ありがとうございます。